ウェビナー第60回ウェビナーを始めたいと思います。えー、と本日、司会から、えー、座長をさせていただく、えー、と白石と申します。あの日本整形内科学研究会で副会長理事をしながら、沖同然病院、それから島根大学の方で総合診療医として働いております。えー、と本日のです、ね、対談はですね、えー、川島清隆先生、えーと、熊谷総合病院の泌、えー、尿器科ということで、それから、えーと 政経内学研究会の理事、学術局長である、えー、で、広島あ、弘前大学で総合診療部で働かれている小林先生の対談ということになります。えー、よろしくお願いいたします。もう一人の座長はですね、えっ、ー、と、今北先生になりますので、一言、じゃあ、ご挨拶お願いします。あ,あ、えっ、ー、と、埼玉県立大学の今北と申します、えー。今回の第5回の学術集会、第3回の、えー、日本覇者会議、 の方で、あの、大会長を務めさせていただきます。えっと、本日はその前哨戦というか、全企画ということで、あの、ファッションに関していろいろとお話を聞かせてもらえるので、あの、ワクワクしております。よろしくお願いします。えっと、ちょうど1ヶ月後ですね、来,来月の末の土日、11月26日と27日の、 えーと土曜日の日曜日になりますということで、本日、川島先生はその尿器というか外科医で手術をされる方で、実際そのあの、開けて見ている、しかも拡大のカメラですごくよく見ているという中で、まあ、本日今、今80名弱の方が参加されてますけれども、あのまあ、皆さんの周りにですねやっぱりまあおそらく運動器疼痛の方、 絶対いると思うんですよねあとはその、線筋痛症であるとか、CRPS であるとか、そういった難治性疼痛のような方、で、実際でも、本当に多分10年前と比べるとね、もう格段の、その今、なんていうかな、いろんな治療がで,す、ね、できるようになってきたりっていうような状況に今あるんじゃないかなと思います。ただそうは言いながらですね、やっぱり分かっていることと分かっていないことが、まあ、本当に混然一体としていて。 例えばじゃあファスティアなのかあるいはその筋膜ってあの10年ぐらい前からやたらと言われるようになりましたけど今ファスティアなのか筋膜なのかとかですねで、まあ、そういった時にですねやっぱりディスカッションする時きに、まあ、言葉の使い方定義をやっぱり正確にそしてかつ精密にきちんと話をしないとですねあの結局あのディスカッションがすれ違っちゃうみたいなところがあってあのより あの正しいところへですね、たどり着くためにっていうことで、まあ、本日はですね、そのまあ、小林先生とその川島先生の,その対談、非常に私自身も楽しみにしております。えー、と最初に、えー、と小林先生の方から、まあ、軽くイントラクションというかですね、あのイントロダクションを、えー、とお願いするということで、まず始めていきたいと思います。じゃあ、小林先生、よろしくお願いいたします。 はい、小林でございます。本日はよろしくお願いいたします。画面共有今見えてます。はい。はい、画面、音声ともに、あの、大丈夫です。はい。拍手ありがとうございます。そうしましたら、私から、えっと、十分ほど、えは、ー、じめ、イントロダクションとしてお話しさせていただきます。まあ、本日は学術集会、一か月前の前哨戦ということで、なかなか会自体では。 精密にディスカッションする時間がないところを、まあ、先にちょっと盛り上げていこうというところでございます。さて、ファン会の私にとってのテーマは、まあ、認識と思い込みというところで、まずお話しいたします。元ネタ知ってる方も、ね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、皆さん、これどちらの横棒が長いかということは、えー、いかがでしょうか 横棒というのは、いわゆる真ん中の棒ですね。端っこの三角を除いたところの真ん中の棒が A と B どちらが長いか。そう、本当はね、投票とかしてもらったらよかったかなって今一瞬思いましたが、皆さん心の中で回答してください。白石先生、岩田先生もお願いします。途中で振りますので。<laughs> はい。じゃあ答えを出しますと、実は下のが長いんですね。白 <laughs> 石先生、笑ってますね。<laughs> これね、ご存知の方ほど同じっていうふうに反応してしまうんですね。それは実はこの問題結構有名でして、上の方が実は長く見えてしまうっていう錯覚でよくテキストとか、でもテレビとかでも取り上げられるんですが、そういった事前知識、まあこれは学問の領域で言うと専門知識というふうにも言い換えられますが、あ、これね、この問題ね、 答えこれだよっていう反射で回答してしまう。これがまさに認識のフィルターという大きな壁だと思っております。今回扱う筋膜、ファッシアに関しても、おそらく反射で反応してしまう要素が多い分野となってまいりました。ただ一方で、目の前のものをきっちりと分析する、その冷静さ。先ほどの座長白石先生からありましたような精密さ、緻密さ。 それにあえて加えさせていただくならば、冷静さっていうのが一つキーワードかなと思っております。では、そういった状況で、まあ、共通認識を形成するにはどうするかというテーマで、えー、お話を続けますが、昔からそれこそ100年、200年前から、えー、医学の領域というのはアートサイエンスというふうに、えー、語られていました。職人技としてのアート。 これは手術主義だけではなく、面接技法、さまざ、あ、まなところで、いわゆるアート、職人の領域があると。そして一方で、職人の英知を一般化して、より多くの患者さん、もしくは地域、社会に貢献していくためには、均一化が必要であると、そしてアートの証明が必要である、まあ、この2点において、サイエンスというものがこの数十年、急速に発展してまいりました。ただ、この急速な発展というものは、しばしば 対立を生んでおります。本来、目の前を事実として認識、観察して動いているアートという方々を、サイエンスの方々は、そんなの証明できない。俺にはできない宗教じゃ。理解ができない。そんなの幻だ。というふうに否定しかかるという文化が世界中で起きております。これは、e、EBM の間違った御用,御用としての、いわゆるエビデンスの使われ方というところでも一面があられています。 大きな RCT 等研究をやって有利差がない。つまり、この主義治療っていうのは無意味なんだ。で、結論付けて、パワー、パワーハラスメントのような、まあ、話を続けてしまう。今日一方で研究というものは、そもそもアートの領域を本当に表現、解釈、分析できているのかというのは、学問、サイエンスとしての限界ということが、根底には大きく残っているわけです。そして、この二つの領域を実はつなぐ。 手法というものが、もう近年、この5年、10年、日本でも注目されてまいりました。それがデザインと言われる領域です。最近、伊沢町白石先生もこちらの素晴らしい賞を受賞されていましたが、デザインと言いますと、どうしても日本ではその絵を描くとか、そういった意味合いとして使われていることが多いんですが、広い意味のデザインというものは、 わ、えー、かりやすく申し上げれば、アートとサイエンスを橋渡しする、まあ、グラントデザインだったり、青写真であったり、まあ、言語化であったり、もしくはフレームワーク概念化であったり、まあ、異なる言語とか文化宗教の翻訳であったり、まあ、そういったものからお互いの交流を促すもの、その一つのスキルであり分野、というふうに、えー、理解しております。 そして、このアートの領域をファシアについて少しご紹介いたしますと、こちらの、ね、かっこいい男性、約100年前でございますが、ファシアの重要性という記録が残っていたと、フレディック・ウッド・ジョーンズ先生ですね。ただ、それはやはりアートとしての感覚であり、サイエンスとしての追随は100年かかってきたということです。 この100年の間にサイエンスの方々が納得しうるような分析というもしくはデザインというのが出てきました。例えば人類だけではなく生物一般で考えれば外拝用生物というものはセンサーとしての膜用構造物で生きているということが生物学として言われていたり、 医学領域におきましても、痛いのはあくまで雲を巻くとか、胸を巻くとか、いわゆるなんとか巻くってつくようなもの、まあ、これは広く言えばファシアの一部でありますが、まあ、そういったところがセンサーであると、そしてその中にある実質臓器と言われるものは、実は痛くないと、これはもう内科の救急なりをやって、症候学という分野をやっていれば、ごくごく自然に皆さん学んでいるところでございます。 まあこういった中で、いわゆる膜用構造物が痛いという病態に関する話が、まあ、アートの領域として少しずつ概念化され、翻訳化されてきたというところで、まあ、近年は痛みの原因が何かという問いが、えー、ファシアだけではなく、さまざまな領域で進んでいるわけですが、例えば、運動後に左肩が痛い、まあ、診察の結果、いわゆる左斜角筋のマイファシルペンシンドロームだったとします。この時に何と回答しますか 痛みの原因は何ですかこれ実は1,2,3どれも話の流れでは回答し得るんです。いやー、肩が痛いけどもね、実は原因首なんですよ。っていう言い方もすれば、あ肩のね、筋肉のこりが原因です。病態の話ですね。いやいや、運動したのがきっかけですよ。っていう誘引の話。このように、文脈によって全てが回答として成立し得る。これが実は患者さんとのコミュニケーションならよろしいんですが、 医者同士医学の中でのディスカッションでも、これがよくよく起きて、議論がかみ合わないということが、えー、起きております。そもそも診断とは、まあ、どこにどんな現象が、まあ、原因はということの3要素、主にどこにどんなことが起きてるかっていう2つを同定することが、まあ、大事である、これもいわゆる診断の概念化、言語化という位置づけになります。 このあたり詳細は下の書籍とありますので、よろしければご参照ください。そして、病態に関しては、鋭いアートの方々の先人のおかげで、生物学ではこうだ。そもそも症候学でも診断でもそうだ。っていう話が出てきましたが、このいわゆるファシアの領域含めた解剖という形態の話です。病態の話でございません。形態に関しては、近年ディスカッションが進んできたと。またここで一つ質問です。 あなたがファシアと聞いて何をイメージしますか、まあ、今回のね、川島先生の写真、そして、えー、東海プラ先生の写真、まあ、論文ですけれども、皆様、どれをイメージするでしょうかおそらく全部っていう方ももちろんいらっしゃるかと思いますが、実は人によって同じ言葉を聞いてもイメージするものが異なる。これが一つ現実として冷静に受け止める必要があると思っております。 そしてその概念化の一つとしては、左側はコネクティブティッシュの有名な図でございますが、それぞれはシームレスに移行していて、それぞれ代表的な特徴的な構成要素のものが密性結合組織と言われたり、リガメント人体と言われたり、場合によっては筋外膜と言われたりという固有の名称がラベリングされていくと。 間のものはたくさんある。ただ、みんなが共通言語として認識できるような形態にだけ特徴的に言葉を与えていった。これが、分類学といわれる基本解剖学の位置づけです。そして近年はファシアというものの概念を含めて、ロバート・シュライプ先生が2012年にシームレスに組織が移行するという、また素晴らしいフレームワークを提案いただいたというふうに繋がっております。 そして、えー、我々もこのファシアに関する言葉を世界中で混乱していましたので、まあ、システムレベル、マクロ解剖レベル、ミクロレベルということのいわゆる組織の階層構造というものの医学一般の分類学ですね。これは神経系であったり運動器系であったり循環器系だとか、まあ、いろんなあらゆる領域で共通で使われているフレームワークにのっとって整理をしました。そのような言語化概念化を進めている。 そういった中で、2018年には、やはりシステムとしての全体の話、肉眼解剖の話、権利教レベルの話、それぞれをやはり認識して、分子から組織外傷診断へとやっていくことが大事であるということが、British Journal of Source Medicine。2018年では創設で強調される。このような時代になってきました。これらの研究というのは全てフレームワーク、概念の提示です。これらの概念をもとに、じゃあこれから、 いわゆる指標を設定して、まあ、ビジネス分野では KPI とか KGI、また KPI ですね、どのような指標で物事マネジメントを進めていくかという観点で、研究の計画、プロトコールが固まり、それをもとに、じゃあどういうふうに成績が出ていくんだという検証が今まさに始まっているところというふうに理解しております。2018年には、やっと100年経ちまして、ファシアというものが、まあ、正確には a ファシアですね。 が基本構造物としてマクロ解剖の領域で ICD11 にも入った。このようにフレームワークの認識、デザインが進むといろんな方々が理解しやすくなるということがございます。これが最後のスライドですが、今回はアートと言われる、川島先生のような外科医、サージャンの方々が、やはりこのわたわたというものは大事である。そしてこれは治療成績に明らかに 直結するととといいうことを研究なりまとめていらっっしゃったただそこの概念とか考え方自体をやっぱデザインすることでより多くの人々が理解しそしてあの研究が活発になりアートの世界も盛り上がるというふうなことを期待していますこれまでに J の数私含めて、まあ、癒着のグレード分類であったり発痛源と悪化因子っていう言葉であったり発痛源の比率記載、まあ、腰痛であれば仙腸関節体椎間関節体 MAPS4 対3対3みたいな。 まあそのようにあの発通源は1個じゃないという記載方法であったり、FPS という分類基準、そしてハイドロリースという新しいこ葉と概念化で、ファシアという今回テーマの概念、まあ、このようにデザインに関するお,、えー、お仕事というものが一つ、我々の大きなものなのかなというふうに最近振り返っているところです。 本日はこの共通認識形成のプロセスというものを会員内外を含めて一般公開させていただく貴重な機会をいただきました。本日はよろしくお願いいたします。はい、小林先生ありがとうございます。今拍手が来るかと思ってちょっと待ってたんですけど来 <laughs> なかったです。ありがとうございます。 えっと、それでは次、川島先生にお話しいただくんですけれども、今、えっ、ー、と、チャットの方にコメント入りましたが、えっ、ー、と、もしなんかご質問ありましたらですね、些細なことも含めて QA でもいいですし、それから、えっ、ー、と、チャット機能でも構いませんので、えっ、ー、と、どんどんご,ご質問あれば、えー、質問の方をくださいということで、それでは、じゃあ、川島先生、よろしくお願いいたします。はい。 よろししくお願いします対、えー、談というのはこれはちょっと荷が重くて、えー、針のむしろのような状況なんですけれどもあの、まあ、小林先生にはファッシャーのこと解剖のこといろいろ教えていただいてそれからと認識とかですね、えー、そういった方面のことも、えー、いろいろ直接教えていただいたり書籍を紹介していただいたりして、まあ、あの認識の負傷、えーまあの弟子だと思ってるんですけれども あの、えー、今日の対,対談っていうふうにはならないので、えー、まあ、あの全く認識についてあの知らない方と小林先生との、えーまあ、5分の1ぐらいのところに私がいるんだと思うので、あの質問をぶつけて小林先生に解説していただくというのが一番いいのかなと思っています。えー、小林先生、よろしくお願いいたします。いありがとうございます。はい で、えっ、ー、と、いくつかあの、疑問に思っていることとか考えていることっていうのをスライドにまとめましたので、じゃあまず1枚目を出していただいて、えー、で、これはまず私の立場なんですけれども、多分この会に属している多くの,あの方たちとは立場がだいぶ変わっていると、違うと思うんですね。で、さっき見てるという話がありましたけども、手術でファッションをみ見ている、えー、外科系の中に属していて、でもその中でもマイナーな えー、の,の、えー、しかもその、えー、かなり、えー、変炎にいる存在だと思っているんですけども、えーであのーまあ、ファッションに興味があったというのは、えー、まず解剖の名称概念が全く統一されていないと、えー、一生懸命手術をうまくなりたいので本を読んでも、えー、解剖の本を読んでも えー、解剖の本のシェーマというのは、えー、全然違いますし、概念も、えー、構造についてだいぶ違うので、たくさん読んで勉強したからといって、理解できるかというと、ますます混乱するばかりなんですね。で、あの、もう20年以上前でしょうかね、その、この、泌、えー、尿器科、外科、婦人科、えー、骨盤内をあの手術をする参加が、えー、合同で、えー、研究会、 骨盤外科機能温存研究会ってころがあって、そこに行って勉強してみようと思ったんですね。この、まあ、会の歴史はもっと古いと思うんですけども。で、多分、その、こういった他科の情報を得れば、骨盤内の理解がすごく進むかと思ったんですが、なかなかこの、その、泌尿器科と外科,科との考え方の違い、えー、さらに婦人科との考え方の違いっていう、この、えー、壁はかなり、 高くてですね、参加が一緒に話し合ったからといって、なかなか理解ができない。それからあと、この学会にはあの佐藤、研究会には佐藤達夫先生がいらして、まあ、佐藤先生の話が一番面白いためになるんですけども、なかなかその解剖とその外科の先生たちとか婦人科の方法、ヒノキ科もあの解剖の理解はロボット時代になってかなり進んだんですけども、あの一致しないというところがあります。 で、えっ、ー、と、この間非常に面白かったのは、あの、この竹中先生っていう鳥取大学の教授の先生なんですけども、えっ、ー、と、尿器科と外科と婦人科でリンパ節覚醒の標準化をしましょうというプロジェクトがあって、えー、ウェブ会議をするんですけども、ものすごく苦痛だとおっしゃるんですね。で、もう各科の相互理解が全くないという状況で、えー、ですからリンパ節覚醒一つとっても立場が違うだけで、まあ、それだけ違う。 という状況があります。で、まあ、いつもこういう時には共通言語だとか、えー共、共通言語が必要で、共通認識が必要だとは言われるんですけども、じゃあ、それが、えっ、ー、と、そういうその言語とは何かという話は一切こういったところでは出てこなくて、まあ、何十年経っても平行線をたどったままという状況が続いているかと思います。で、その、 引っ張った時に出現するわたわたという、えー、蘇生結合組織は何だということを調べているうちに、えー、筋膜という言葉、筋膜というかファッシャーですねという概念に出会って、で、あのー、えー、パスサイリサイチソサイエティ、コングレスに出かけていって、ガンベルト先生に会ってとかということがあって、個人的にはだいぶ理解することができました。まあその中で、あのー、小林先生に出会って、かなり、あのー、 理解の整理の助けをしてもらっているところです。で、それからあとは、あの、えー、結合組織学会というところに出かけていって、まあ非常に、その、私にはこういう知識が乏しいんですけども、必死に勉強しようと思うんですけども、えー、学会のタイトルにこう、臨床につながると書いてあるんですけど全く細かい世界で、えー、えー、タンパク質の構造とかですね、まあそういった話ばっかりではなく、ファッションの形がどうなっているのかっていう方がわかるかと思ったけれども、 全く通じませんでした。で、ここで筋膜、筋、あの、発表したんですけども、恥を忍んで、筋膜っていうのは筋肉を覆ってるもんだろうなって、えー、偉い先生にも言われる始末でした。という状況です。まず、ここまででしょうね。はい、ありがとうございます。いやー、これ、私とかね、多分、個々人の先生が自分が属する世界っていうのをマッピングしてみると、おそらくすごい面白いんだろうなって思いながら、まず伺っていました。 で川島先生どうですか、この具体的にその共通言語認識の話がなかなか出ないとか、進まないっていうのは、具体的にどういったその展開が現場ではそのされていたのかって、まあ、お話できる範囲で構わないんですけれども、いかがですか、えー、と詳細は忘れました。まあ、あの回を重ねるごとに少し理解は進んだというふうに聞いてますけれども、あのとにかく時間を要して、お互い何を言ってるかがわからないというような話でした。 で、高中先生は、あの、フレッシュキャタバーをやってる先生なので、で、あの、論文の中に多く、やっぱり骨盤内臓器の、あの、まあ、特に、あの、筋膜構造、筋膜というと叱られますけども、筋膜構造の名称の不一致のことを昔から指摘してるんですね。だから、こういった先生と、小林先生が、あの、何か、対談なり、仕事、あの、え、一緒にやってくれて、あの、こういった先生に、その、 認知の問題を、えー、説明して、で、問題が解決するようになっていけばいいんではないかなと思うんですけれども。ありがとうございます。まあ、一般論として、共通言語って、まあ、今、運動器系でも総合新聞、あらゆる医療系で、はい、それこそ多職種連携を含めて使われるんですけれども、その共通言語、いわゆるコモンセンスって言われる領域の元の英語。 っていうのはどういうふうな歴史で使われてきたかっていうところがやっぱりあの語られないことが多いと思ってるんですよ。これはいろんな説あるんですけれども、一つはやはり植民地政策における侵略の歴史なんですよね。それで現地で起きていることを理解する、もしくは自分たちがやっていることを相手に教えつける、まあ、言語を学ばせるってことは、相手の宗教だとか価値観っていうのを変える。 という、いわゆる侵略行為っていうふうにして、いわゆる宗教というものが、もしくはルールメイキングっていうことが、イギリスなりいろんな国が世界中にやってきたってことがあるっていうのがありまして、特にあの年配の方々あの、それこそ戦後とか、第二次世界大戦とか、本当に今、80歳、90歳とか、 まあこういった基礎系の領域っていうのはそういった方々がいまだに存命でお元気な方も結構いらっしゃるんですけれども、この共通言語っていう話題を出すことに対するもうメンタル的なアレルギーが恐ろしく大きいっていうのも実はあったりします。うん、40、50代とか若い人たちっていうのは実はそんなないんですけれども、じゃあ,あの共通言語っていうのはじゃあ俺私たちが使ってる言語を皆さんも使えばいいじゃないかっていう言い合いであったり。 するしゃ相手の言語を学ぶってことは、相手の文化、価値観に屈服したことだっていうふうに感情的に反発になったり、ある意味それを一つその解決したのが結果論的にはそのグローバルイングリッシュとしての英語っていうふうにも位置づけられたり、その言語の歴史ではされてるっていうところなんですよね。最もシンプルかつ、あのまあ、難しい論子はやりにくいけれども、共通として理解しやすい第三言語として世界中で広がったっていうのがいわゆるイングリッシュ。 っていう,ふうにも言われてますのでこのでこ実は共通認識と共通言語を語る場合によく議論では共通認識をすれば言語は決まるっていうふうな話が結構聞かれるんですよ。けども実はあの今回おそらく私想像ですけどこの研究会でもどこ何番はどうするんだとかここの位置づけは重要じゃない重要だとかやっぱり立場によってそれぞれのリンパ節の位置づけとか、まあ、新人の程度により順番操作とか変わってくると思うんですけどおそらく 認識以前に言語をそらく話していくっていう戦略もおそらくあの一つ大事なんじゃないかなっていうのが思ったのが一つです。で、もう一つコメントは、この解剖学ってまとめられてるんですけど、私も基礎の解剖の教室の大学にいたっていう経験とか、解剖学会のつたない経験を含めると、基礎解剖学と臨床解剖学って、基本全く研究者の感覚って別なんですよね。 先ほどの結合組織学会っていうのも近い話なんですけれども、臨床、あ基礎解剖学会、まあ、解剖学っていうのは、やっていることは、アートをアートとして記述すること、つまり目の前にある実態を、ただ愚直に実態と認識として模写するとか記録するっていうことがもう大事なそのプライズなんですよ。で、一方で臨床解剖学っていうのは、目の前の実態をただ観察するのではなく、 一定の仮説解釈のもとに目の前の現場の関税を、まあ、あえて新しいフィルターを作って覗いてみよう振り分けてみようっていう位置づけなので、まあ、サイエンスっていうよりはサイエンスにつなぐためのデザインっていう感覚で、えー、研究をされているっていうところなのでまあおそらく私この結合組織学会行ったことないんで分かんないんですけども、まあ、臨床につながるっていう表現がどれだけ深いと思ってね語られてるか分からないんですが。 本当の基礎研究の解剖でいうと基礎解剖学やってる人たちがこの言葉使ってるときていうのはまあ我々は愚直に観察しておきますからどうぞご自由にお使いくださいぐらいの感覚なんですよね。ただ一方で臨床解剖学の先生たちっていうのはあの臨床につながるっていうか臨床の疑問のもとに現場の解剖を観察してみましょう。なんでこっちの方がやっぱ臨床医だとか臨床系の学会に受けるというところがあるんですが一方で 実体とか実体、実物、現物を歪めて解釈するっていう。まあ今デザインって話がいい話だっていうことでストーリーしてますけれども、まあちゃんとそのフレームワークが失敗してしまうと悪い歴史を作ってしまうっていう、まあそういった時代にもなり得るので、そこは実は解剖学も基礎解剖学と臨床解剖学っていうのは実は中でも基本的に別の研究者っていうような感覚で生きている。 っていうことはちょっとお話ししたいなと思いました。白石先生いかがですか、ね。だからその臨床に繋がるっていうその言葉自体が共通じゃないんですよね。だからね、あの基礎側から見た臨床、ちょっと臨床に寄ってるでしょうっていうのと臨床側はもっと臨床に本当に即決する何かが欲しいっていうところで多分同じことだけずれてるんですよね。でいや本当に今その竹中先生のその辛かったっていうのがまあ、すごくなんていうかな。 あの、もう面白いというかですね。まあちょっと想像でしかないんですけど、やっぱり僕らは普通に考えたら骨盤内のがんの時のどこまで取るかっていうことで、取りすぎると当然合併症が起こるからっていうことなんでしょうけど、やっぱりそのリンパ節のどうなんですかね、こう、心中の仕方が違うから議論がかみ合わないのか、そのそもそものそれぞれのところで流派があって、いわゆるアートの部分で、あの、先代からこうずっと伝わってきて、 こうするもんだみたいなところがあまりにも違うのか、まあ、その辺がちょっとわからないけど、おそらくそういったことなんでしょうね。面白いですいですね。いや、今北先生もぜひ、ね、臨床もされる基礎の研究者として、今のお話のちょっとご感想をコメントいただきたいんですけど、いかがです、えー、あ,ありがとうございます。いや、あのね、僕らこと理学療法の中もガチガチの臨床化。 ばっかりが多いんで、逆に今度は僕らがその基礎でそういうふうなことをやってることには、やっぱりかなり、なんていうの抵抗はありますね。で、抵抗はあるんですけども、基礎は基礎ですごい、そのやっぱりサイエンス的にいろいろ解明していこうっていうふうな姿勢はあるんですけども、そこの、なんていうの言い言いよ、りがなかなか難しいというのがさ、あの、ありまして、 最近はけどやっぱり、うん、基礎の方が少し臨床的にちょっと歩み寄っていった方がいいのかなっていう風な、うん、なんかそういう風な方向性がちょっとだけ見えてきたりとかしてますねまあだから全体の中のこう総論でその地図上の今自分たちがそのこの図もそうですけどどこにいてあのどこぐらいまで近寄ってきてるみたいなものが絵に描けるといいのかもしれないですねそのお互いのこう <laughs> 相対的な距離感というか全体のグランドデザインっていうのがやっぱり分からないと。 そういう意味では、あの本当に、まあ、今回、川島先生の1枚目のこのスライド、結構いろんな資産に富んだ面白い感じがしますね。あのこの、えー、と説明をされましたが、過去はあの私が参加した学会 <laughs> ということでその、ね、解剖学の中の臨床解剖研究会で発表してみたとかですね。あとあの、もう一つはあのあの、国立がんセンター東病院に骨盤外科構想というのがあったんですね。 であそこは統計科といってあの首回りの、えー、形成外科とかいろんな先生たち耳鼻科とかが、うん、あの共同して、えー、ヘッドネックといってあの非常に成功したんです。うん、でそれをあの習って骨盤もあの各科が一緒にやったらいいんじゃないかと、うんえー、院長が言って召集されて、うんえー、なぜか私があの紛れ込んでしまったんですけども えー、鼻からもう外科の先生、婦人科いらないって、まあ、内,緒内緒というか怒られちゃうんですかね、<laughs> えー、いらないっていうんですね。それからあと、あの外科と泌尿器科もオンコロジカルに大腸がん、直腸がんと前立腺が全く違うので、うん、手術に対する方針とか違うので、かろうじ、ん、て、まあ、解剖についてなんですけども、なかなか入れるところがなかったとっいうのがです、うん、あそれはでも本当にそういう意味で言うと、頭計部のことと骨盤、はい、のこともそうなんですけど、 まあ実際、今、総合診療育成がちょっと話変わりますけど、総合診療育成があのちょっと前にはですね、ナンバー内科が、ナンバー1第1外科と第2外科と第3外科と2人ずつ出してきて、みんなで見れば総合的に見れるよねみたいなことであの始まった、今から10年、20年前ですね。ところが、おそらくそうやって始まったところは全てもう消えていったっていう、今、実際、事実があって。 えーとチームとして、チームとして全部見れるかもしれないけど、それぞれの人はそれぞれしか見えないっていうと、結局統合されないっていう、総合診療に関してはそういう歴史がありますね。で、今、やっと本当、1人の人が広く浅くっていうことで、その人たちが集まってっていうことで、今、少しあの波が来てるかなっていうのが、今、総合診療の育成の今、流れですね。面白いですね。あ面白いですね。 そういう意味では、日本解剖学会も、この最近は日本生理学会と合同開催するってことが、まあ、だいぶ増えてきたりもしていて、やはり構造と機能は表裏一体であるっていうところから、けど歴史、解剖学会なんて100年以上ありますので、本当この最近の話、だから解剖と生理、つまり構造と病態がやっと一緒に議論し始めた、あくまで基礎基礎同士ですよ、基礎同士で。 いう段階なので、おそらくこのトランスレーショナルっていうような表現が、まあ、研究領域で流行ったり、まあ、広い意味ではお互いやはりそんなに分割しすぎたんだよなっていうような気づきはありつつも、表だっていうと、まあ、ステークホルダーの方なり、場合によっては自分自身の過去の行動との矛盾っていうものにメンタル的にやはり反発が出てしまうっていうところっていうのも大きいのかなと思いますし、な、まあ、何でも今日、一つビシっと決めるのもいいんですけれども、 あんまりビシッと決めない方が、要するに余地がある方が医療の現場的にはうまく回ったり、お互いに誤解し合ってる美しき誤解っていう風なところも実はあったりするんですが、ただそれだと、やはりかえってその狭間で落ちる患者さんなり、あの医療の発展っていうところとやはり相反してしまうところがあるので、まあ、そういった意味で今回のこのような機会っていうのは、まあ、そこに切れ込んだというふうに。 はい、私は思いながら話をしています。そう思うとね、先ほどその川島先生が言われた、その統計部に関してうまくいったっていうのは、まあ割とその分野的にも首のところって、自美科医が統計部外科医として扱う場合もあるし、その歴史的に外科系の人が、まあ、乳腺とか甲状腺とかやってた人が首扱うこともあるし、うん、っていうことで、おそらくその一人の人がですね、両方やってた臓器にかかるんですね。 で、まあ、クロスオーバーしてくる形で耳鼻科医から見るとっていうところがある中であの骨盤の方は結局外科医は多分あの子宮触らないしおそらく泌尿機械は直腸触らないしっていうことで結局は入れなかったあるいはそののまあ,あの無理なわけじゃないと思うんですけどかなり力技がいるというかですねお互いの何、まあ、な,ならその 2年間、じゃ外科に行って修行してくるとか、ね、そんなことがないと、多分共通言語はできないのかなっていう、まあ、もしかすると、今後、我々がいろいろ考えていく中で、一人の人が両方体験するっていうこと、結構そのヒントとしてあるのかなというふうに感じましたねそこでやっぱり思うのは、その概念として、その専門領域の入り口の基本っていうものの学ぶ内容と、そもそもジェネラル横断的に学ぶための あの横断領域っってやっぱそもそもも学び方とか考え方っていうのがやっぱ違うってていいううううののががやぱ違あると思うんですよね、うん、どうしてもあの先ほどの白井先生の話もそうですけどじゃあ各領域の専門家の入り口となる勉強を全部やっていけばいいんじゃないかみたいな話がやはり昔から今でも続いてますけれども、うん、いやそうじゃないんだとそもそも横串の横断としての学ぶっていうフレームワークをしないとうまく回らないんだ。 まあこの辺りはね、ずっと言われてる議論ですけど、先ほどの話につなげると、おそらくなんですけど、まあ、統計部領域でうまくいったのは、お互いにとってペリフェラルな領域で、実は困ってたとか、実は相手にやってほしい領域だったみたいな、まあ、そういったところだと、お互いに話し合う余地が生まれやすいっていう風な認識はしてるんですよ。お互いがただ骨盤内だと、いや、ここは私の、 シなとこ,ろだとここのリンパ節は俺の,俺のものだというようなところをコアなところでかぶってしまうとさっき共通言語化による戦争みたいなのがやっぱ起きてしまうみたいないうのがある、うん、ただお互いにとってペリファラルでいやちょっとそこは確かにうちも触んなきゃいけないんだけどちょっとの他やってくれたら嬉しいしなみたいないうところだと議論はまとめやすいみたいなやっぱそんなイメージがあるんで、まあ、ファシアで言うと この認識次第でコア同士のぶつかり合いにもなりうるし、隙間同士の譲り合いにもなるっていうところから、そこの各診療かなり医師とか医療者にとってコアに含まれるのかどうか、うん、そもそもそこの認識からなんだろうなって思いながら聞いてました。えっと、解剖についてなんですけれども、えっ、ー、と、我々はその骨盤底の前側を見る まあよく言われることなんですけども、前から見るのと、後ろから見るのだと、全く認識が違ってくるんですよね。もう、ほんの隣なんですけども、ということが一つありました。で、あの個人的にはそのファッシャーのことを理解するのは、まあ、何年も何年もかかったんですけれども、ファッシャーを理解することで、かなりのその疑問が、えー、まあ、疑問の一部が解けてきたという状況があるんですが、 こちらのあちこちで頑張ってあのファッションの話をしても、あの、なかなか、えー、理解していただけないというのが現状です。それこの後に入ってくると思います。はい、ありがとうございます。ちょうどまさに次のスライドに続くお話ですので、次に移りたいと思います。そうなんですよね。あ、川島先生お願いします。はい。えー、まあ、こういう発言が最近、えー、一行目のがあったわけですけども、 えー、で、いろいろ話をした挙句に、筋膜ではダメなんですかという話を聞いて、まあ、やっぱりなかなかファッションの需要っていうのは難しいのかなと思う一方で、ただ、筋膜という言葉を全部、あの、な、えー、くしてしまうと、やっぱりちょっといろいろ大変なのかなと。で、あと、その解剖学用語というのはその、さっきも100年のっていうのがありましたけど、古い歴史の上に少しずつ継ぎ足し継ぎ足しで分かったことを足している感じが、 個人的にしていて、なかなかそれを土台から作り直すのが難しいのかなっていうのが一つあります。それからと、まあこれも後でまた話していきますけども、ファッシャーというとまあ全身に連なるもので、連なるもので、その広大なその構造を、えー、理解するためにやっぱり局所も示す言葉も必要かなと、まあ、後で話しますけども、いう気がします。それからあとはまあ、あの、 これも後でまた何回もあのクリアして出てくるんですけども、名前あの、どうしても我々はその体の構造には名前がちゃんとついているものだろうというところを信じているというところがあると思うんですね。だから名前がつかないものはなかなか理解できないというところもあるのかなと思うんですが、まあ、小林先生によく後で、えー、補足していただいて。でまあ ですので、その解剖はきちんと分けられて、それぞれを示す正しい名称があって、私たちの体は、まあこれもファッションの方に書いてあることですけども、細かなパーツの集合体であるという認識を、まあ多くの科医は持っているんではないかなと思っています。はい。いや、おっしゃる通りで、このパーツっていう考え方なんですよね。これはやっぱり自動車の部品を組み立てて、一つの車を作るっていう、まあ工業化自体、 におけるやっぱ基本概念として、やっぱり何十年も紡ぎ出されてきたものなので、それが医学においてもやっぱり適用されて、やっぱり理解しやすく、加工されたっていうふうに認識してます。ただ一方で、近年はまあ工業化から今度は情報化っていったり統合化っていろいろ言われますけど、時代としても、やはりパーツでの組み合わせ1、1たす1は2じゃないぞというようなことっていうのがまあ,あらゆる領域で起きている中、 新しく横断的にやっぱりフレームワークを作り直そうということが起きているのでおそらく医学界も大きく見ればそっちのトレンドに向かっていっている我々は入り口にいるんかなというような認識をまずしていますそういう意味でこのきちんと分けられ正しい名称があると思っているこれまさにその表現としては工業製品を分解すればすべてパーツがあると <laughs> やっぱそういった感覚に近く人体を見ている っていうところなんでしょうし、このファシアだけで全て説明ができるかって観点も非常にやっぱり深い言葉で、言い換えれば、ファシアでないものは何なんだっていう問いをきちんとあの回,回答できること、つまりそのファシアの領域で、特にファシアシステムってなってしまうと、とにかく全身だ、全てだみたいな話で語られるんですけど、もちろんシステムとしてはそうなんですけれども、一方で、 やっぱ学問領域っていうものは、そのシームレスな関係はありつつも、まあ、先ほど私が示しましたコネクティブティッシュの代表例のように、その全体の概念を示す言葉としてのファシアって言っている場合と、それぞれの組織の特徴的な組織としてこれをファシアって言っているっていう言葉が、やはりディスカッションとしてかみ合わなくなるっていうこともあるので、もしパーツ単位で、いわゆるエイファシアですよねの領域で語るんであれば、他の構造物との境界を けるっていう要するに A を定義したいするためにはノット A を定義するっていうのがこれサイエンスの基本になりますのでいわゆる病名にしても病気にしても治療適用にしてもあらゆる病気に効きます治療って言ったら大体宗教になっちゃうんですよね怪しいですよねじゃなくてこういう条件の人に効くっていうことになるとギリギリ一歩なんですけどもこれがちゃんと科学として検証された治療法とか考え方っていうふうな段階には こうの、こういう、こうじゃない人。要するに、この適用じゃない人がちゃんと明示されて、検証されているっていうのが、実は、あの、位置づけとしては大事になる。つまり、まとめますと、何でも聞くって言い始める、始めの時は大体いい宗教っぽいけど、適用が絞られてくるっていうファーストステップがあって、その次には、他の領域との融合性、関係性って観点から、notA を定義する。そして、それで、やっと確立した概念として認知されてくる。 でその時には、やっぱり言葉っていうものと、領域の定義っていうものが大事になってくる。で、ファシアに関しては、エイファシアとファシアシステムの話が混同して、もう日本だけじゃなくて、もう世界中でも、もうこれはぐちゃぐちゃになってるっていうのがまあ現状っていうふうに認識してます。うん、白石先生、いかがですちなみに、海外でもごちゃごちゃになっているっていうのは、海外でもじゃあ今、こういうディスカッションってされるところはされてるのかしら。 それで、それこそあのイタリアの今度ご講演いただくカーラステック先生とか、はい、それこそ先ほどの概念図を提唱したロバート・シュライプ先生とか、まあ、そういったこ国際ファシア会議、まあ、FRC とかで、まあ、そういった議論しようということで定期的にされてるんですけど、やはりそこの話になると、やはりみんな、まあ、あんま大きなことじゃないですけど、やっぱり逃げるとか、お互いのパイの奪い合いだとか、 先言った、我々の認識をあなたたちは認めるのか、あなたの認識を我々が認めるのか、これは勝負だ、なんかもう対立っていうふうに、やっぱりすぐなってしまうっていうところが、やっぱ大きいっていうところで、うん、ただそういった中でも、あの我々も書きましたけど、書籍でファシアっていう本があって、そのパーツの中でハイドロリースーファシアっていうのを書きましたけれども。 やっぱりそういった中で今回、あの、そういった概念も提案させていただいたっていう経緯があります。なんで、海外の方も差しやってた時に認識するあ、ね、あ、もちろんそれと、日本語のその本でも詳しく書いてありますし、あの、英語の、はいはい、え、黒の本です。私、今、手元にないな。後でスライドでは一応出してありますけど、さっきちらっと出した本ですね。っていうところですよね。今木先生、いかがです そうですね。そのあの、議論はかなりやられてますね。だからもうけど、なんかう落としどころが難しいのかなっていうふうな感じで、まあ一応その、あ、ファシアとファシアシステムっていうふうなところで分けましょうっていうことで、あ、そうです。そう,そ,うそ,うそうです<あ>ね。うん、っていうふうなところで、その一応、あのよくあのエファ FRC とと前にちょっとみんなで集まって会議しましょうみたいな感じでされてるみたいですね。まあそんな現状だと思います。はい、ICD11 で一応ファシアが、いわゆるアーファシアが構造名として入ったっていうことだとか、やっぱ国際会合学,学会で、やっぱりラステコ先生のご尽力もあって、ちゃんと認識とか広まっていったとか、まあ、徐々に広がってはいるんですけれども、ただ、 それを各診療分野の先生たちが受け入れるかっていうと、また別の話にはなってるんですよね。まあ、先ほどの川島先生が出された1枚前のスライドの学会の関係図でもそうですけれども、自分たちのコアな領域って認識されると、やっぱり反発になるっていうところの、どっちかっつ言ったら感情論争だったり、もしくは先ほど言ったように、年配の方々にとってはもうトラウマの掘り起こしみたいな、いう反応でのレベルにもやっぱりなりかねないっていうところがあるので、 まあ私もそれこそ全国じゃ、このファシアに関する議論を、川島先生も挙げられた方々に、もうちょ訪問して、直接ディスカッションしてやれば、この物事が解決するとは、実はあ思ってないんですよ。あのやっぱり時間とか、相手が受け入れる、その状況ですよね。その相手が逃げれる要素をちゃんと残す、相手のプライドが傷つかない要素を残した上で、こっちから言い負かしたっていうことではなく、あっちが気づいた。 っていう体裁を待つってことがやっぱりこういったデザインとか概念を広めていく、まあ、もしくは広まっていくための一つの戦術っていうふうに認識してるんですよね。うん、なんであのすごい難しくてその距離感っていうのはだから初め冒頭に白井先生言われた通おり、まあ、議論の土台となるっていうふうになれば幸いっていうふうに思ってます、うん、まあじゃあ私も含めて生きてるうちにそれが何のかなって正直あるんですけれども。<laughs> なので、やってることを言語化して、記述で残しておくっていうことが、まあ、大事な仕事かなと、そういう意味でも思ってます。はいうん、そうしましたら、えっと、次のスライドいきますか。<っ>はい。あ、美しい、そうですね、川島先生のイラストです。<laughs> え、夏休みの宿題の絵みたいなんですけども、えー、っと、あの、これがですね、その、えー、前立腺の周りの静脈、 が覆っているんですけれども、えっ、ー、と、それがファッシャーに包まれているんですけれども、あの、まあ、歴史的に、えっ、ー、と、まず、前立腺の手術においては、神経血管則という、ニューバスラーバンドルという形で、前立腺と直腸との境界ですね、真ん中のあの棒のところ、えー、これ広く書いてありますけれども、あの、非常に筋状に神経と血管が走っているというのが、ま、大発見だったわけですね。で、 それじゃちょっと少ないだろうということで、今もプレートといって少し広い領域を指すようになってきています。で、その同じ血管の中枢速、えっと、骨盤神経素から出た、えー、少し経ったところを、えー、今度はバスキュラペディクルと呼びます。 で、実際には前立腺の腹側も、この前立腺の文字の下にも、あの、静脈があると思うんですけども、それが尿道のところに行くと、尿道の、あの、12時方向が、えー、かなり太いのが密集しているので、陰形肺静脈、ドーサルベインコンプレックスと呼ばれるんですけれども、で、それ全体を、えー、ファッシャーが覆っていると、えー。アニメーションお願いします。すいません。えー ですから、その神経と血管をあの包んでいる、えー、ファッシャ、えーの層全体として認識しないといけないんですけども、その,その興味のあるというかその、えー、特定の場所にフォーカスされて名前が付けられているという現状があります。ただ、あの説明するときにこういう名称がこれもしなかったとすると、全体の概念だけだと、 話が進まないというところもあるんですね。えー、そういったことはいかがでしょうかいや、いや、これもいろんな論点があって、これだけ1時間ぐらい喋れそうな気がするすけども、<laughs> えっと、<laughs> まあ、感想から申し上げますと、その素晴らしいその歴史的な名称の流れ、やはり名称っていうのは発見した人、命名した人が考えた、もしくは認識した概念に 応じて付けられるってことがよくわかるね、お話ですよね。だから、はじめは、その、束だというふうに認識した。束っていうのは、これ、複数の線がまとまったものなんですよ。これ、一本はね、束って絶対言わないんですよね。必ず二本以上。なので、おそらく一本太いのがボーンって静脈があるだけであれば、束って表現しないので、やっぱり複数の同じ方向を持つ、なんか一つの なんか集まりとしてやっぱ認識された。ただそれが認識すると、ただの束っていうなんかパイプ上のバンドルというよりは、いや、もっとこれ広くないか境界ってここの丸だけじゃなくてこんな広くないかってなると、あれ薄べったいな。これ全部まとめて、ああ、じゃあ、プレートかなっていう感じで認識が変わって、でそれを行くと、このっ波と尿道の十二次方向は、 やっぱりぶっというのがボンってった、まあ、これは一本一本独立してるから、やっぱり静脈っていう名称がまあ妥当なんだろうなと。で、その大元には、やっぱりこういったあの束が集まって、その根っこがあると。まあ、こういうのってよくね、ペディクルとか茎ってい言い方をね、その医学系の人たちって好きですよね。なんとか茎っていう言い方は。なので、今はその、 名前の付け方が認識に応じてその積み重なってきたっていう例としてに理解しました。なんで、ここの一番下にもあります、さやのような構造とか、ニューロバスキラー、コイダーっていう表現がされてますけど、この層っていう、まあ、レイヤーって言ったりもしますけど、この層っていう言葉もまた多義語で、いろんな認識がみんな違うんで、難しいところはあるんですが、これ、層って言葉は、あの物体の名前じゃないんですよね。これス まあ川島先生とか以前言われたましたけど、層っていうのがなんか剥がした後に人が作るものだみたいな表現とかされてましたけれども、まあ、そのように、実は層っていうものは元から物体構造したあるものじゃなくて、ある人が手を加えて結果として認識されるものであったり、もしくは複数のもの、例えばケーキの層、レイヤーケーキなんかもそうですけど、複数のものがあった平行に並んでるっていうその関係性、 を示す言葉なので、層っていうのは。なので、層を剥離するって言った場合は、実は必ず2以上の対象に分割される。っていうのが、あの、これ原則なんですよね。なんで、レイヤーっていう言葉も、実は歴史的なレイヤー図だった。元は不可算名詞なんですよ。レイヤーって言ったら、もう複数ただそれが一個一個剥離した結果分かれるみたいな、そういう二つという認識があったので、レイヤー図っていう加算名詞になってきた。っていうような経緯もあったりするので、 今回のこのお話っていうのは、まさにその現場の気づきと認識の歴史だなと思いながら聞いていました。はい。で、まあ、手術解剖としてはこういう歴史があるんですけれども、佐藤達夫先生はもう早い時期から、静脈の神経を前立腺の前周を通って走行しているということを見出してるんですね。でも、それを、あの、ある有名な、あの、 ヒノヒカの先生に言ったら、まあ、あれは解剖で体の外に取り出して見ているものであって、正しくないという言い方をされてしまったんですけども、あの、まあ、今、個人的には佐藤達夫先生が病、防止した、あの、神経血管の走行が今になって臨床で手術中に認識できるようになってきたかなというふうに思っています。で、佐藤先生が名付けたこのニューロバスクラコリドという神経血管回路というのは、なかなか趣のある素晴らしい言葉だなというふうに。 思ってるんですけれどもそうですね。回路っていうのも全体の構造としての概念ですもんね。うん、あくまでネイルとっていう意味で、はい、複雑な入り組んだ構造っていう概念なんですよ。なんで構造名じゃなくて概念名なんで、うん、おそらく佐藤達夫先生は推察するに一個一個の束とか茎とか。そういう構造だけで示すには限界を感じた、うん、で、そこで機能の用語としてのいわゆる回路。 っていうことをあの提案されたんじゃないいかなっっていう,ふうに今ちょっと推察しました、ね、まの、あ、でこの流れって局所のファシアだけじゃなくて結局ファシアってシステムだよねみたいな形にその論理が行く流れと非常に似ているっていうふうにも、うん、ちょっと感じましたね。うん、佐藤多曹先生のお仕事っていうのはその局所的に認識してた筋膜っていうものを全身につなげて上から下まで説明したところにあると思うんですけど。うん ですよね、なので構造的な連続性を一つの概念構造として、はいまあ、捉え直したっていう、うんまあ、一つ上位概念化したとか、一般化したっていう言い方になりますが、いや素晴らしい仕事ですよね、本当に。先生いかがですいやあの、まあ、局所だけでもこんだけ語れるなって思いながら。<laughs> ただやっぱり、あの、まあ、今日の,その、えーとまあ、メディカルドクターがどのぐらい,いて、あのドクター以外はどのぐらいなのかっていうことですけど、そうすると、ちょっとなんていうかな、こう、非常に局所で分かりやすいんだけれども、マニアックかなっていう、気もしないでもなくて、なんか、はいはい、次行きましょうか。次に行きますか。<laughs> <laughs> すみません。そしたら次のスライド行きましょう。はい。 あの単純に私の質問をぶつけさせてもらっている場で、こういう場で話していいのかとちょっと迷ったところもあるんですけども。で、そのさっきの筋膜ではダメなんですかということの続きですけども、まあ、ファッション、まあ、日本語訳の筋膜というのは、まあ、語訳であるということは、まあ、あの本の中にもよく書いてあることですけれども、でどうしてもその筋膜を覆うとは誰も思ってないけども、膜用構造というイメージから、やっぱり多くの外科医は離れられないではないかと。 思うんですけれども。で、佐藤先生の、あの、論文には、えー、筋膜も心筋膜も、ちょっと言いづらいけども、筋膜に含めると、ちゃんと書いてあるんですよね。で、さっきのお話ですけど海外だと、そのファッションがどう捉えられているのかということが、やっぱり気になって、で、膜用構造のイメージなのか、そうではないのか、ですね。えー、その辺はどうなんでしょうか。うん そうですね、まあ、詳細にはもう表を含めて、この本の前半数十ページにかなり書いたところなんですが、ひ、まあ、一言で言いますと、国ごとというレベルではなく、国ごとに違っちゃってるっていう感じですよね。それこそ流派ごとだったり、その派閥ごとだったり、なので、それこそあの車って言われたときに、スポーツカーを想像する人もいれば、バスを想像する人まで幅広いみたいな、色も含めて。 それと同じぐらいやっぱりファシアったときに海外でもまあ広い。なんで、あの、私前、海外の,その研究会参加したときに、ファシアじゃないんだ、フェイジアなんだっていう論争を見たことあって、そこ, <laughs> そこみたいな感じで心、えー、心の読み方 <laughs> 読み方 <laughs> ファシアって言うと誤解されるから、我々はフェイジアって言うんだみたいなのを、<laughs> だから10分ぐらいやってて、そっか。 そういう区別も従るんだとか思いながらっていうのはもう随分昔ですけれども、なんで、それ同じ国の中の人だったっぽいですね。鉛らいからすると。お互い知り合いみたいな。<laughs> なんで、そういったレベルでやっぱりは、やっぱりはずれてるっていう認識は差があるっていうところなんでしょうね。なんで、この一番下のこの関係性に関しても、いわゆる組織っていうのは、細胞と液体と繊維っていう3つで構成されるっていう、さ病理組織学の。 基本構成要素の話を、まあ、こういうふうに書かれているっていうふうに思ってますけれども、まあ、この筋膜って言葉に関しては、今ちょっと手元に出しましたけれども、これですよね、日本解剖学会が出している解剖学用語辞典、まあ、結構分厚いですけど、これの87ページに、筋膜っていう言葉を我々はあは誤解して使っているっていうことが1ページにたて書かれてます。なんで、ちゃんと認識してるんですね。 で、これは日本解剖学会の関係の方々とお話しした時も、やっぱりここら辺でもう分かってんだよ、今を変えると。もう、じゃあ、ゲロタ筋膜をゲロタなんて言うんだみたいな。とか、ただ、そこら辺は分かっていて、例えば整形外科学会の用語種、例えば、とりあえず用語種はみんな手元にいつも置いてあるっていう、なんか辞書マニアみたいな感じになってますけど、あえてファシアのところは筋膜、もしくは腱膜っていうふうに、 書いたったりすするんですよねだからそ教養筋膜って背中のこと言ったり教養下の方だったら教養腱膜って言ったり足の裏も測定腱膜ってあえて表現をする足の外科系の先生たちもいるので、まあ、この筋膜って言葉解剖学会的にはそういったものって認識しつつ各臨床分野ではやはり目の前の実態の組織に合わせた名称を使って、まあ、各学会ごとのこういった用語集で反映させてきてるっていう流れはある。 っていうふうふに認識してますなんでファシアをファシアとしてどのように認識するかって話とこれは必ずそのうち融合してくるものだというところでははい考えてます。白石先生いかがですだんだん難しくなってきたな。うん、いやでもまああのここまではあの分かるというかね、あの、まあのまそうだよねっていう感じはしますよね。うん、ありがとうございます。そしたらえっと まあ、戻るのこの一番下なんですけども、ちょっとごめんなさい。すいません。えっ、ー、と、その、個人的には今までつい最近までファッシャーはほとんど結合組織とイコールだと思ってたんですね。認識として。ところが、あの、えっ、ー、と、新しい、あれ、何でしたっけえっ、ー、と、えー、ファッシャーの、その翻訳された本の新しいやつでしたっけあはい。ウェブでだけ、あの、電子書籍で出てる本の、えー、ファッシャーの ところを見ると、結合組織の中の一部分が、えー、あファッシャーで、その中の、あ、違う違う、えー、ファッシャーシステムがあって、その中のまた小さい円が、えァ、ー、あファッシャーあですよね。で、あまりにも結合組織の中で、ファッシャーが小さく、まあ、絵ですから、あれなんですけども、小さく書いてあるので、じゃそれ以外の結合組織は何なんだろうって思うんです。それは特殊結合組織ということになるんでしょうかね。 そこが結局明瞭にラインを引けてないんですよねあ<ー>まあディスカッションがしきれてないというところだったと思いますけれども<ー>だ特殊結合組織って一応補足しますといわゆる血液とか <laughs> いわゆる骨とか、まあ、そういう系なんですよじゃあ骨膜はどうなんだって話にやっぱなっちゃうんですよなので基本このファシアっていった場合に A ファシアっていうんであればその中には細胞と液体と、まあ、細胞外マトリックスと繊維 っていうもので構成されるしミクロレベルのフィブリスっていうのは、まあ、私は概念化しましたけど、表現化しましたけど、であればより繊維だけを示すしとか、システムで言うんであればもちろん全部つながるってなった場合に、さすがに液体はね、みたいな話で、やっぱファシアシステムといった場合っていうのは、やっぱり繊維性のネットワークっていう概念で強くなるんで、そこにやはりセル、細胞とか液体っていう要素は、認識としてはかなり小さくなるっていうふうに使われてる。 いう認識なんで、まあ、このファシアシステムって考えるんであれば、まあ、血液とか、骨髄とか、ああいうのは除いて、結合組織っていうふうに語られるんでしょうし、一方で、アーファシアってなったら、また、じゃあ骨膜への連続性とか、あるし、うん、フィブリスって言ってしまえば、いや、骨髄の中の骨量だって繊維だよっていうふうな言う方も、ね、中にはいらっしゃるので、やはりどのレイヤーでの話をしているのか、 というところで、やっぱり私もすごい修正して、どこまでのことをこの人は認識していってるんだろうみたいなことは、結構あの頭疲れます、聞いてて。あとですね、その結合組織あの、組織学の多くの本、分子生物学よりの,あの組織学の本の中には、まあ、当たり前のこととして結合組織は細胞外マトリックスと細胞でありと記載されてるんですけども、うん、ところがこれが手術解剖の話になると、結合組織より先に一切いかない。 細胞外マトリックスの,あの間の字も出てこないんですが、えー、それがためにその不活性なものだっていうふうに思われちゃうところもあると思うんですけど、うん、これはどうでしょうか。まあ、おっしゃる通りで、まあ、歴史的にさっき私、フレディ・クート・ジョーンズ先生の,あのストーリーも出したんですけれども、そもそもあの解剖のいわゆる不分け、ふるい分けっていういパーテーションっていう歴史の中では、まあ、やはり筋肉とか、 神経、血管とか、あとは肝臓とか心臓とか、いわゆる臓器っていう目に見えやすいものっていうものはラベリングされていったと、分けられていったと。で、残りのその他全てっていうのが、いわゆるコネクティブティッシュ、結合組織っていうことで、いわゆるその他として分類されてきたっていうのが、まあ、歴史の基本なんですよね。そうなると、今川島先生おっしゃった通り、外科領域においては、やっぱりパーツの組み立て主義っていう考え方が、やっぱ基本に、 まあ、佐藤佐藤先生はね、そこの概念違う、ちょっと例外的な方ですけれども、多くの手術所はやはり不分けの感覚、パーテーションを作っていくっていう感覚になっているので、目の前の固有臓器とか対象以外はその他っていうあくまで認識。なんでその他なんで、もちろん不活性なものとか不要なものっていう,いうふうな認識になるのはまあしょうがないみたいな、っていうふうな関係性だとは思っています。なので、じゃあそこが、 あの改めてアクティブなもので意味があるもの、がんの浸潤にも影響しうるような新しい構造体であるというふうに認識するには、やはりエイファシアを機能的だけじゃなくて構造的解剖だけにもある程度、あのいくつ、めは狭い範囲だとしてもちゃんと構造として同定していく、まあ、それがエイファシアという位置づけ。 だからファシアやってる研究者でも、あのファシアシステムって本当は言いたいんだけど、広げたいんだけど、やはりそういった位置づけっていうのを明確にしていくっていうことも大事だから、あえて狭い A ファシアっていうものをちゃんと作んなきゃなっていうような雰囲気を、うん、私も感じてたりはします。で、その方が国際解剖学会とか、いわゆる分類学をやってる解剖学者には分かりやすいんで、その構造名の限界はなんだみたいな、いうところは、やはりすごい議論になりやすいんですよね。 まあそもそもだってこれ細胞外マトリックスって、あの <laughs> 細胞外って使ってるもんね。そうそうそう,そう。その他になってるもんね。そうです。あそうかにそ,うですそれ私気づきませんでした。そうですね。もの <laughs> の名前じゃないのもん違うって書いてある。違うものって書いてある。確かにそうです。細胞が大事で、細胞じゃないその他って意味ですもんね。うん。ああ。 だ本当はだからこれはなんかたん質とか、構造タンパクとか、なんか書かないからね、うん、グリコなんとかとか書かないからね、おそらく。らこんだったら細胞プラス、繊維プラス、液体とか、うん。だと言えるかもしれないんですけど、うん、確かにこれって A、A プラスノット A って言ってるんですよね。うん、そうなんですね。全部だよ。それは全部だよみたいな。<laughs> いや,ででやっぱりここでそのあの液体っていうのがこう出てこないけど、その機能的なことを、まあ、我々が実際臨床で見るときにっていうのは、もう絶対その液体、すごく大事じゃないですか、その,あの間質液なのか、まあ、本当にただの水なのか分かりませんけど、だそ,その、なんていうか、その細胞外の <laughs> な,な,な,なんかと細胞と水でうまく機能的に働いているっていうのがこう正常な。 ファンンクションなんでししょううねねっていう気はします、ねうん、多分水は細胞外マトリックスの中に入、入れちゃ細胞外マトリックスの中がその気質、の構造気質と繊維とりっていう風になってる分類が多いんじゃないかと思うんですけども、うん、その細胞外マトリックスの記載も本によって微妙に違うので、私のようなものにはなかなか理解できないところが。分かりますなので この確かに今私、気づき、白井先生に言われて気づやっと気づきましたけど、A プラスノット A って言ってたんだなって、すごい腑に落ちましたね。だって、もちろん細胞の中にも、中にあのインテグリ、まあ、あの繊維とか液体はあるわけじゃないですか。うんね、細胞の中には当然、繊維、成分だって、DNA とかね、だってあれは繊維ですからね、さやとかも含んでるわけで。うん、なるほどな。ちょこれは確かに 細胞外マトリックスって表現は、私がさっき言ったストーリーの結合組織って言ってるのと、位置づけ的には変わんないかもしれないですね。うん、そうですよね、だからなんか、日本語で細胞外マトリックスとなんか特殊な、えー、基礎の研究している人が対象にするようなものというふうに、外界とか思っちゃうかもしれないんですけども、うん、そこではないですよね。ははい、はいあの 細胞でない、そういうふうな、タンパクであったり、いわゆるコラーゲンであったりとか、イラスチンであったりとかっていう、要はその繊維が細胞が、うんと、それを作り出してる物質が、その結合組織の中にあって。うん、だから、なんか僕のイメージとしては、あの、クモの巣、うん、よくいつも思うのはクモの巣のイメージがあって、クモの巣が、クモがその繊維が細胞のようなもので、 んで、その、作り出しているような感じ。で、その、クモの巣も、その、場所によっては、その、ロウグモみたいに、その、飛んでくる虫を取るために、バーっと広がっているものもあれば、家の片隅なんかにすごくいっぱい、もう、強固に、その、クモの巣が張っているようなものもあったり、うん、あと、まあ、卵を産んでるから、すごい覆ってて、もう絶対破けないようになってるとかっていうような形で、いろんな、その、まあ、その、なんて言うんでしょう。 マトリックスの密度が全然違う、場所によって違うっていうようなイメージ、なんかだから、雲のイいつも見ると、これ、あファッシャーに似てるなっていつも思ってしまうんですけど。<laughs> もう変態だ。<laughs> いや、分かりますよ。私、カマキリの卵を見て、これ、強靭性結合組織と思ったの <laughs> <laughs> 変態だ <laughs> <laughs> いや、でも、あのね、その、要するに、まあ、そういう意味で言うと、その、蜘蛛の、まあ、お尻のところと、蜘蛛の尻から出てきたもんっていうことやけど、一個、今のなんていうか、ややこしくさせてるのは、その、マクロの表現のものなのか、その、やっぱりエラシンとかコラーゲンで出てくると、もっと、なんていうかな、こう、うん、 ミクロのものになってくるので、そこをこの一行で評価するって結構やっぱ難しいかなっていう感じがしますね。おっしゃる通りです。なので、一応ジェイのスしても、ファシアシステム、エイファシア、フィブリスっていうことで、一応解像度、やっぱりちゃんと分けてっていうふうにまあ書籍なり、英語の方でも書いたっていうところはそこなんですよね。で、そこ、から先生はそこはアグリーしてくれたんで、多分載せてくれたんだと思うんですけれども、うん、ね、今北先生。そうですね。はい。 そう思うと、今ここに書いてある表現は、まあ、あくまであの A ファシアの中での,そのマクロとしての細胞がマトリックスと細胞ということで、ミクロの話はここには書いてないっていうことになるんですよね、おそらくです、ね、右側はミクロとしての構成要素で A ファシア、マクロを表現した、うん、でここでいう特殊結合組織を除く結合組織っていうのは多分 A ファシアに近いなんだけれども。うん おそらくこのファシアって言った場合っていうのが、じゃあどういう位置づけなのかってい、うん、らくシステムレベルかマクロ解剖かミクロ解剖かっていうところでのレイヤーがやはり揃えるってことが難しいっていうふうに、うん、うん、ちょっと考えた。じゃあ、その細胞がマトリックスの中身を、なんていうか、例えば、4エクザンプルっていうことで言うと、うん、そ,のそこにコラーゲンとか、何やらネクチンとか、エラスチンとかいう名前が出てくるっていう感じかな。そうです、そうです。はい。 そこに来て初めてその活性が語られるんですよね。複合組織って言っちゃうと、うん、そうはなかなかつかないので、うん、だから、あの、アナトミートレインズの読んで衝撃だったのが、その普通のことのより細胞がマトリックス、うん、インテグリンが出てくるっていうのが、うんえー、衝撃だったんですね。うん、あと、おそらくこれ言葉で話すときと数式で示すときの差っていうのも実は認識が違って、うん、この、 イコールっていうのを英語だと is っていう風に日本人使うんですけど、本来はイコールっていうのはコンシステオ t o なんですよね。どっちかって言えば。うんうん、なので、あくまで左側の大きいラージ a があったイコールスモール a ル abc ってなると、をスモール abc っていうパーツを合わせることでラージ a になるっていう考え方になるので、これがあの数式として示す場合のいわゆる関係性。 あとは言葉で言う場合は、あの、イコールって結構あの、タゲコとしていろんな意味で日本人使っちゃうっていうところも、ちょっと議論が噛み合わない。なんかうまく日本語で表現しきれない、階層構造としてできないから、とりあえずイコールで繋いでみたみたいな。うん、じゃあそれを、私がその大学院生とかに向くいうのは、矢印にしたら通じなくなりますかって聞くんですよね。例えば左から右の矢印。そうなると、いわゆるチェンジとか、いわゆる変化。 左のものが特定条件下で右になるっていう、それはあなたはイコールって表現で言いたいのとか、うん、この左と左辺と右辺の関係性っていうものをより解像度上げるっていうことが、まあ、結構こういう表現ではあの大事になってくるって個人的には思っています。うんはい ちょっと時間もいましたので。うん、なんか今日はもうファシアの話で終わりそうです <laughs>、まあ。いいと思います。エコーとかハイドロリリースの話はまた第2弾考えましょう、白井先生。た <laughs> ど <laughs> り着かないですはい、たどり着かないです。素敵 <laughs> な話がもう少しあの映像的に見る感じですね。すねはい、えっと、まあ、これはあの、えー、ハイドロリリースの本の中からですけども、まあ、あの似たような絵はたくさん 使われていて、非常にあの概念を示すのにいいと思うんですけども、その筋膜っていう言葉を使っちゃうと、あの筋肉があって、あるいは臓器があって、それを外側から別構造として覆ってるっていうイメージがあるかと思うんですけども、まあ、階層的にその細胞の周りから、えー、だんだんとその取り囲んで、その最終、最外層が、まあ、いわゆるマヨファッシャーということになるというふうに書いてあって、で、この絵は、あの、親切に えー、膜上構造じゃないところを、えー、筋外膜というふうに、えー、指しています。で、筋膜ではこれは私が付け加えた、今回付け加えただけなんですけども。で、ですから筋膜というのは、どうしてもその外側を覆うという感じがしちゃうんですけども、ファッシャってそれを使えば、あの、じゃあなんとかファッシャっていった場合に、その階層的に細胞までたどり着くようなイメージを持っているのかっていうことが、 えー、一つ聞きたいのと、それからファッシャーは包むとどうしても言ってしまうんですけども、あの、よくあの、ファッシャーの教科書には、ムーブンっていう言葉が書いてあって、まあ、この方がなんだかよくわかると思いますが。日本語で言うとなかなか難しいですよね。だからファッシャーの繊維が編み込んで包んでっていうややこしい言い方をするようにしてるんですけども、えー、この辺いかがでしょうか。いや、ここは難しいとこですよね。なんか、 この間のところはいわゆるディープファシアなん,なんでしょうね。で、ここの外の筋ところっていうのが、この左側の下のこの図ちょっと拡大できるかなあ、できたできた。ここの拡大図がもうちょっともしかしたら見やすいかもしれない。これ最大かな。なんですけど、結局これ剥がして空間があるように見えてるんですけど実際は剥がす前はちゃんと繋がっているっていう。 うん、いうことがまずポイントの1つでじゃあ、それがまあウィイブですかねアムっていうような形で、あのー、言うよりはまあ結合式組織っていう先ほどの言葉の中で使いにくいんですけれども、まあ、繊維性の構造の中にまあ筋繊維とかまあ神経繊維血管がまあ埋まってるっていう、うん、なんか主体はどっちなのかっていう表現なんですよね。はい 中の筋繊維とか神経血管が主役で、それがその他でくるんでるっていうふうに考えるのか、周囲のむしろネットワークとかファシアとかがメインで、その中を埋まってるっていう、その主,主従関係っていうものをどっちで捉えるかで、おそらく動詞が変わってくるんだろうなっていうふうに思います。ここら辺の構造の関係性を考えるときっていうのは、その動詞を変化する、先ほどのいつとかコンシステムブっていうのと近いんですけど、 っていうことが一つ議論のポイント、切り口だとは思っていまして、うんまあ、ファシアの本なんで、確かにウィーブ編み込まれてるっていうふうに書くと、うん、やっぱりそっちが主体っていう,ような文脈で、やっぱ語りたいんだろうなって印象を持ちましたっていうところです、ねまあ。少なくとも、この今、ここで書いてあるその、なんか硬いものがあって、その内側に細い、うん、もやもやしたものがひっついてるというよりは、ここって境目ないですもんね。あのうん だんだん密になってきて、だから逆にと、引っ張ると、みュっと引っ張れたりするっていう感じなんだろうなと思うんで。俺、まあ、が、その、間に詰まった構造は別構造だということをかたくなに信じている、某有名な先生が言ってですね、つながってると言ったら、えらい反論されたことがありますあれ。それでも、鶏肉買ってきてさ、鶏肉、あの、ええ、ね、おいしいから揚げ作るために。<laughs> 分けて筋切っていったら分かると思いますけどね。いや、おっしゃるとおり。料理しないんだよ、その人。<laughs> でまあ、その先生は、あの先ほどのパーテーションの考え方で、ここのいわゆるわたわた繊維を独立させたい、だからきっちりと分けられるものだっていうことを強調したいのかもしれないですね。なんで、あらゆる構造物は連続してるなんて、それは体触ってたら当たり前のことですので。うん ただ、ラベリングで名称をつけたり、り独立構造として認識させるには、やっぱりつながってるんじゃなくて、きっちり分けられるものだっていう前提条件に、まあ、うんまあ、頑張って乗ろうとしたいのかな、もしくは思い込んでるのかなっていうふうには感じますね。結果ではこういう層を薄利層と称して、薄利に使うんですよね。だから、あまり活性があっては困るっていうところも。うん、そうですね。<laughs> ただ、これは活性があるって考えるから、川島先生とかはその辺縁で。 やっぱり切っていくっていうような主義をされているっていうことですもんね。うん、ありがとうございます。そしたらまあ次が結構個人的にはあの面白そうなズラエゾンから何枚か続くんですけど、川島先生お話をお願いします。はい、これあのにほ,ほ,ほぼ同じような絵をあの最初に講演させていただいたときに使ったんですけれども、まあいろんな立場があるということで、えー、まああの手術っていうのはまあ見てる わけですけども、えー、本当に何を見てるのかっていう問題があるのと、それから、まあ、あの、先っも階層化とかいろいろお話出てきてますけども、まあ、解剖がその肉眼解剖、ベサリウスに始まるものから始まって、で、まあ、それが詳細になって、えー、ネッターに書かれるような、まあ、こういう、今かなり微細なところまで分かるようになってきているということが、 あって、しかし、その、速がどうなってるかっていうのは、それを取ってきて、えー、顕微鏡で見るミクロ解剖というのがあって、で、それが電子顕微鏡だとか分子生物学的な解析になってくると思うんですけども、えー、この真ん中にある、あの、言葉で言うと問題があるかと思うんですけど、こういう本に書いてあるように、壁がやっぱり専門分野の壁が大きくて、これをその、全部この、俯瞰して見るというか、あの、まあ、横断的なんですかね。 あの、全部を理解してまとめ上げるっていうことが行われていないような気がするんですよね。だから、ファッシャーっていうものがどう捉えてるかっていうと、まあ、ファッシャーという話たちもいっぱいいるわけですけども、あの、みんなそれぞれの立場で、最初に小林先生から話があった、それぞれの立場で、それぞれの見方で、それぞれの観察手段で見ている結果っていうのが独立してしまっていて、なかなかこれを全部シームレスに説明するっていうところに至ってないというふうに、 思っています。で、それがよくあるこの群貌像表すという、まあ今では差別用語になってますけども、あの、こういったものの状況があって、立場、視点、観察方法、研究方法。で、あと、あの、まあこれに対してその触って感じている、あの、ボディーワーカーの人たちとかは、まあかなり全体的なものとして多分昔から考えていたんだとは思うんですけども、これもあの、まあすでに話が出てましたけど、皆さんが同じように、 えー、思っているかどうかっていうのはあのどうなんでしょうか、はい、いやおっしゃる通りで、まあ、この像のなんか比喩っていうのはとてもわかりやすいなと思いました、ね。私は牙だけ欲しい、いらない、ほかはいいっていう人もたくさんいらっしゃいますからね。うん、私は尻尾の毛が欲しいとか。<laughs> <laughs> ただみんながそれがね像の一部だって認識をしているかですよね。うん まあちょっと、次のスライドも多分はい、はい、ディスカッションとしては繋がるかと思うんで、します。これも前、あの、似たようなのを出したんですけども、あの、まあ、小林先生にいろいろ教えてもらったことを、まあ、考えるわけですけど、まあ、ものを見て、あの、 教えてもらった本だったか、その違う本だったかの中に、えー、認識という言葉が、あの、ことについて書いたものがあって、まあ、網膜を通って、えー、情報が入ってくると、それをまずフィルターがあって、それを振り分けをするというのと、最終的には、あの、頭の中にあるその人の知識、まあ、いろんな学習によって得た知識の引き出しがあって、その中に収めて初めて、えー、理解したっていうことになると書いてありました。えー、なので、その、ファッシャーみたいにその、 切り分けて理解できるという構造ではないものの、引き出しがないというのが、一番問題なのかなと思うんですけれども。いや、おっしゃる通りですね。まあ、先ほど私が話したのとまあ重複しますが、あの矢印のね、始め例を出しましたけれども、やはりそれぞれ経験なり、勉強なりで、やっぱフレームワークを持っていて。 そのフレームワークでやっぱり目の前のものを認識する、まあ、ある意味これがプロであり、その分野の専門家っていうものの表裏一体、あともう一つが、やはり構造としての区分けですよね、パーテーションとして構造を認識してきたっていう長年の歴史っていう、その2つが組み合わさって、やはり学習パターンかカテゴライズかっていうのがもう根底にできてしまっている。なんで目の前にあるものをただ観察することの難しさっていうものを、やっぱ改めて。 はい、実感させていただくっていうような、はい、お話かと思いました。はいまあ、その話にもちょっとまたつながるので、次、あ、次も行っちゃいましょうか。<あ>はい。えっと、で、まあ、あの、まあ、我々は科学の最先端にいるようですけども、歴史的に見て、その、ウェサルイスからはじ、まあ、本格的に始まった解剖というのは、あの、ウェサルイスは得意なの骨と筋肉ですよね。で、内臓とか血管は弱いとされていて、で、その後、まあ、あの、 観察を進んで分かるようになってきましたけども、結局解剖というのは、まあ、解剖の方に書いてありますけども、体を切り分けて分類して、で、それで命名して、えー、図紙して記述して、で、伝達して共通認識して、我々は同じものを同じように理解したと思っているわけだと思うんですけども、で、それがさっきの、あの、お話じゃないですけども、部品の相対としての人体感というのを作ってるかなと。で、この中で、まあ、あの、 外科医は、やっぱりその解剖実習、まあ外科医だけじゃないですけど、あの医者は解剖実習の刷り込みっていうのがかなり大きいんではないかなと。で、名前のついた構造をとにかく出して、スケッチして、提出しないと怒られてしまうというのがあって、脂肪は切り捨ててというのがあると思うんですよね。で、切り分けられない構造っていうのはなかなか認識できないので、それが、あの、ある特定の場所のある特定の形状を取った時に腹直筋膜だとか、まあどこに挟まってる脂肪だとかっていうふうになって、ようやく認識、 できるようになるので、ファッシャーの全体を、あの、うまく捉えるというのは、まあ、さっきあの骨盤底の図で名前の、えー、変遷のところでも示しましたけども、なかなか全体像とその、その局所の理解というのが、なかなか難しいのではないかなと思うんですけども。で、その形を取らないものの、えー、ファッシャーの認識が遅れたというのは、その坂井先生の解剖官の歴史の中にかなり詳細に、えー 会話の歴史が書いてあって、なかなか面白かったですね。ただし、膜とかの、えー、認識が抜けてるんですね。認識の歴史が。やっぱそれ、あの、会話の、えー、歴史の中で抜けてるんだと思うんですけども、膜がどう認識されてきたか、まあ、あの、ファッシャーと、えー、坂井先生に伝えられなかったんですけども、あの、はい。ね、日本膜学会っていう学会が膜の定義っていうのをしてますので、ね、肉眼上厚さを無視できる平面体って言ってるんですよね。 けど、ファシアって立体のアイメ状構造物っていうベースがあるので、平面って言われるとなぁと思いつつ、三次元だって押しつぶしちゃえば平面にぽく見えるっていう言葉では、まあ、おそらく賢い方々は膜っていうところから膜用構造物っていうちょっと膨らんだ表現、そして立体っていうふうにつながってくれると思いますので、本当そういったあの接し方っていうのは素晴らしいなと思いました。今日今のお話を含めて、 まあ次のスライドにおける、まあその、まさに手術の単純化っていうところが、まさに臨床につながるところなんだと思いますけれども、ちょっとご説明いただけますか。はい、えっ、ー、と、人的術というのは非常に、あの、まあ、簡単というと語弊があるかもしれないんですけれども、分かりやすい、理解しやすい、やりやすい手術で、まあ、構造が単純で、剥離の操作も楽なんですね。血管も動静脈が一本ずつあるだけで。で、単純化ということで、あの、話が済む臓器で、えー 手術初めての人でも先輩がうまくリードしてくれば手術できちゃうんです。根治性も問題なく。で、前立腺全体っていうのは非常に複雑で、これはやっぱりその結合組織系ファッシャーの特殊性が理解されてないからだと思うんですけれども、非常に難しいんですけども、ダヴィンチはそれをあの単純化ということを持ち込んだのが、個人的にはあのダヴィンチの成功の最大の要因だと思っているんですけども。だけどそれではその根治性が向上してないんですね。 だからその骨盤底の複雑さを複雑なまますべて受け入れて、えー、その中で成長を尽くして手術をしていくっていうことが求められる手術じゃないかなというふうに思ってますい今のお話、やはり今の時代の趨勢をやはり表しているなって感じまして、やはりアートとしての職人が職人として技術成績を上げていくっていう方向と、まあ、それを標準化っていう名目で、より誰でもある程度の処置ができるっていうその底上げ。 っていう二つのところがやっぱり流れていると。でそのうちダヴィンチっていうのは後者の話ですので、ただそのダヴィンチを扱うことが全体の底上げ標準化であるっていう認識で扱えてない人が結構意外といるんだなっていう印象なんですよね。まあ、ダヴィンチこそが世界最先端で最もアートの領域を押し上げられるものだっていうストーリーでまあ語られることも多いっていうところもあるので、おそらくまあいろんなロボット手術があるうち、 もうロボット手術も私も裏なんか何件か関,関わったことあるんですけど、その方開発の方向性がやっぱりぶれてるっていうところで技術開発がなかなか進まないっていう現場は何件か見てます。なんでそこがやっぱり臨床の現場の先生に聞くと、どっちを目的に開発したいのかっていうのがなかなか伝わっていないっていうところも感じてるところですね。うん。ですね。ありがとうございます。まあ、ちょうど時間もありますけれども、えっ、ー、と。 雑草じゃないですけど、どこまで行きましょうかね。これ、ここ,ここまで行きますかね。<laughs> はいはい。うん、ここの話まで、固定の話はとても大事ですので、はい、お願いします。はい。えっ、ー、と、まあ、あの解剖は、まあ、かなり精度を増してきて、いろんなことがわかっているというふうにされているんですけども、その基本は、まあ、あの死体を固定して、えー、切,切ってですね、細分化して、で、それ取った組織を、あの、あの、そのまま顕微鏡では見ないわけですよね。 脱水して固定して染色をして顕微鏡で見るので、やっぱりこれは生体とはかなり違った状況になると思うんですけども、まあこういったステップが、ステップ、手順を踏んでやることが、まあ科学的な研究だということになっているんですけども、まあこれは歴史的には、あの、まあこれがいた仕方なかったというか、まあこれでもって解剖は大きく進歩したんだと思うんですけども、ただガンベルトが示すような生体で見るとだいぶ違うという状況がありますので、やはりこれからは、 あの生態でどうなってるかっていうのを考えていく時代になるんじゃないかなと思うんですけれども。はい、おっしゃる通りですよ。なので、こういった話になるっていうことなんですかね。うんはい、やっぱり今の,その固定された標本でっていうと、そのさっき出たその細胞がマトリックスの水分なんかはなくなっちゃうわけですよね。で、あの結合組織はあの標本にしにくいというふうにあの佐藤先生に伺ったこともありますし、あのなかなかやっぱりあの肝心なところを見るのは限界があるんではないかなというふうに思うので。 これからはその本質に迫るためには、まあ、まあ、どういう方法になるか分かりませんけれども、生体に近い状態で構造が見られるようになってくるんじゃないかと思うんですけれども。いや、とても重要な観点で、やはり、その病理でも顕微鏡でも、やっぱ染色したものが最終的な答えであるっていう、そういったやっぱ認識感っていうのは、医学領域は強いんですよね。まあ、ティシューイズティシューって言われたり、その病理が最終的な答えであるみたいな。 そういう臨床的な文化っていうのがあるんですよね、どうしても。ただ、実際それは生態なんですかってなるとあの、なかなかそこはギャップがあるっていう認識が改めて大事になってくるっていうことなんだと思います。そしたら、ここのスライドまでにしましょうか。これ、さっきのとだいぶあの、うん、重なってるんですけれども、あのまあ、重要なのはその切り分けられて名前のつけられる構造でもって、えー、なかなかその、 えー、そう認識できないものは、今までは不活性で不要なものだというふうに言われてきたというのが、右の、えー、赤く書いてあるところだと思うんですけれども、だから、この左のネッタの図で言うと、えー、黄色い部分が、えー、これを取らないとネッタの絵は描けないわけで、えー、どこかの,あのファッシャーの本にネッタにだったかど、なんだか解剖の何々書の中に載っていないものがファッシャーであるということが、意図的に書いてありますけれども、<laughs> うんまあ まさにその通りだなと思うので、これからは、そのこの、あまりにもベサリウスのこの解剖に、あの、このイメージが強いんではないかと思うんですけれども、うん、あと、あの、単純化の話だと、この間秋田先生は興味深いのを講演されていて、単純化によって失われてしまった、あの、筋肉があって、だから単純化教育というものの功罪というのがあって、単純化だと、あの、落ちてしまう事実というのが、 たくさんあるので、感情のも大事ですけども、その一方で、まあ、全体像を細かく見るということもやっぱ大事なのかなというふうに思うんですけれども。いやこ、この、いや、これ、やっぱりこの図いいですね。この左側のこの青は、はい、骨はやっぱり骨なんですよね。で、まあ、肝臓心臓は肝臓心臓なんですよね。はい、で、うん、このピンク色のものは筋膜脂肪って書いてあるけど、脂肪もいろんな脂肪があるし、組成、うん、結合組織もすごく。 いろんな、本当に包んでるものも多分あるかもしれないし、あの、ウィーブなものも多分ある、編んでるものもあるっていう感じだから、余計分かりにくいっていうところがあるのかもしれないですけど、これ全部合わせたら、やっと人体になる感じなんでしょうね、おそらく。うん、いや、まさにそのとおりだと思います。 なんでねパーテーションとして発展してきた医学のその他いや先ほどの表現はすごい秀逸だなと思ってびっくりしましたけれども描かれていないものですよっていうのはこれ非常にいい例えだなというふうに感じましたね。うんあの うん、あの放射線であのサブトラクションっていう技術があるじゃないですか。はいはい、だから人体からこのネッターの火、はい、引けたらいいんですよね。うん、<laughs> そうですね、そうですね。サブトラクションできるよ。サ <laughs> ーロットミートレインのファッシャルバックになるんですよね。うん、そうなんですよね。うん、ありがとうあざいああのいろいろ言いながらですね、もうあっという間になんか10時で、これまだ第二弾って。 またまだちょっと話しないとダメですよね、これ、まあ。ちょっと最後、駆け足になったのを含めて、<laughs> まだまだね、この話は大事な論点がありますので、ぜひ、うんはい、川島先生、またちょっと日程相談して、また続きをやらせてください。はい、であと、ご意見いただいてあれですよね、何があの意見とか疑問とかあげてもらうといいと思うんですけれども。今の、ね、QA チャットにまだ上がってきてないですね。はい、あの面白すぎてか、あの あれなのか分かりませんけど、あ、今一つ、一つ来ましたね。うーんと、QA に来ました。おがっつりですね。ええー。まあ、あとはあれですね、その今北先生たちみたいに、やっぱセラピストが、その機能を見てるところの方面からの話がもうちょっと聞きたい感じがしますね。えっ、ー、と、質問はですね、えっ、ー、と、術後の残存機能、温存に対する認識にあの骨盤内臓器を、 扱う臨床化によってかなり温度差がある。まあ先ほどのあの竹永先生のお話っていうところになるのかなと思いますけど、婦人科として受注に外科や皮あの、皮尿機関の先生にサポートをお願いするときは、術後の機能を考えて丁寧な手術をやらないときの婦人科手術は荒いからなと、質的欲度が多かったですって書いてあるんですけど、まあただ実際時間が勝負なところもあったりしますしね、まあ冷静にお互いの立ち位置と、 各家の実績の利点欠点を理解を含めることで意味があるのかなと感じておりますということで一応書いてくれておりますね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。いやおっしゃる通りでまあ実際現場でねそういったことが起きているっていうことのね事例をご紹介いただきましたね。まあ、その他の方々もあの終わった後にあれアンケートを一応また準備しているので。 そちらにご意見といただければ、まあ、どういった機会になるかわかりませんが、いろいろとフィードバックとこちらのディスカッションを進める、ね、あの機会にしたいですので、お願いできれば幸いです。そうですね。2> はい、第2弾の方向性として、ここをちょっと詰めて知りたいよとかですね。なんかあるといいですね。はい、ですね。なんで。 はいまあ、とりあえず、でも、あの、あの小林先生と川島先生あの、ありがとうございます。たぶん、ほでこんな話してるとこ、たぶんないんじゃないかと思いますけど、<laughs> あの、相当面白かったですね。何の話をしたのかなって言うと、何の話をしたのかなって気もするんですけど <laughs> あの、なんだか面白かったような気がしますね。あの、だなので、ぜひ皆さんもあのご感想、ご意見くださいということで、えー、っと、これは今、小林先生が作っいるんですかね。 あそうですね、はい、情報提供ということで、非会、はいの,まあの方もいらっしゃるかと思いましたので、まあ、ホームページだとか、Facebook だとか、あと YouTube とありますので、まあ、今回お話しした内容は、文字ではホームページに書いてますし、YouTube でもその一部動画でいろいろ出していますので、まあ、そういったこともご覧いただいて、まあ、さらに書籍とかで、まあ、下の方はちょっと私の個人的な方なでマニアックですけれども、 各分野の入り口としては、まあ、一番いいかなと思っているものですので、まあ、ファシアを中心にだとかき、まあ、今日のお話に関連する書籍としてコテ、えージいたしましたじゃあそしたら、えー、と最後にですね、えー、と1ヶ月後に迫っております ジェ、えー、ノスの第5回学術集会、第3回日本発射会議の、えー、案内及び、まあ、その少しそのこういう意図でやりたいということをです、ね、大会長の今北先生に喋っていただきながら<あ>最後にしたいと思います。じゃあ今北先生よろしくお願いします。はい、あ,ありがとうございます、えーと。11月の26、27日ですね、来月に第5回のジェノスの学術集会と第、まあ、3回の日本発射会議。 が開催されます。えー、っと、今回は新しい領域への挑戦、そして展開というテーマで、えー、たくさんの先生方に、えー、それも素晴らしい先生方にお願いしまして、えー、ご講演を賜ります。えー、ただいま私は、あの、先ほどから名前出てきましたけども、イタリアのパドバ大の、パドバ大学の,あのカーラステック先生の講演の動画を セリフこしを今ずっっとやってます結構時間かかってるんですけどもただその内容を少しあの見てみれたら結構その患者さんの痛みの訴えでどの層がポイントか分かりますよとかひ膝と腰の痛みの関係性って実は結構あるんですとかっていうような話とか結構臨床的な話も、うん、あの解剖の中に加えてくれててすごいあの面白い。 内容かなというふうに思います。えっ、ー、と、ぜひ皆さんもご参加いただき、一緒にあの、学んでいけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。えっ、ー、と、さて、あの、本日のこのウェビナーに関しましては、この後音楽が流れて、アンケートですかねっていうのがあると思いますので、えっ、ー、と、ぜひまたお答えいただき、次回にあの、つなげていければとか思います。よろしくお願いいたします。私からは以上です。 はい、それでは一応、えー、と今日の、えー、とウェビナーを、えー、とこれで終了したいと思います。ご参加の皆様方、あ,のありがとうございました。あ両先生方、ありがとうございました。<laughs> あ